コルレオーネ、コルレオーネ、シチリア、5、に2匹配人は、イタリア共和国シチリア州パレールモ県にある人口約1万千人の基礎自治体、コムーネ。中世以来の古い歴史を持つ都市であるが、20世紀初頭、移行著名なマフィアを排出した土地として知られる。小説、映画、ゴッドファーザーでは、主人公一家がこの町にちなむ生を名乗っている。 標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。古くはおそらくアラビア語起源と推測されるという名で呼ばれていた。現在のコルレオーネという形は16世紀に遡る。シチリア島西部の内陸部にある町でパレルモ県西南部に所在する。コルレオーネの町は州と 県とパレルモの南南西約3 4トル、リベーラの北約3 5トル、アグディジェントの西北約6 1メートル、トラーパニの東南東約7 2トルに位置する。これでオーネの町から北東約1 0トルに周囲をモンレアーデに取り囲まれた小さな飛び地がある。コムーネの面積は二2 9 1 2 k で県内では モンレアーレに次いで2番目に広い。隣接するコムーネは以下の通り。コルレオーネの町の北東にはッカブサンブラ全6 1 3メートルという岩山がある。周辺の森は自然保護区となっている。コルレオーネのコムーネは北西部が低くなっており、ベイリチェ川の上流にあたるベイリチェシニストロ川の源流地帯となっている。コルレオーネは シチリアの典型的な農村である、コルレオーネから北東約1 0トルに離れた、飛び地には、フィクッツァの集落がある。フィクッツァはロッカ・ブサンブラの北陸にあたり、利休がある。1080年に、ノルマン人に征服され、1095年には、パレルモの教区に併合された。13世紀に、皇帝フェデリーコ2世は、ムスリム人を追い出しランゴバルド人の植民地として、 再びこの土地に人を住まわせた。すでに14世紀にはこの町は城壁に囲まれ、内部には最初の住宅が建築された。それらは現在でも見ることができる。1440年から1447年の間にフェデリーコ・ベンティミリアの所有の封建的な町となり17世紀の初めに自由になった。17世紀の間はコルレオーネは経済と生産に 深刻な危機の期間となり、ほぼ第二次大戦後まで続く、長期間の移民を引き起こした。歴史的に重要な事件として1860年5月のガリバルディによる軍事戦略がある。彼はコルレオーネの街を攻撃すると見せかけ、その年の5月27日でのパレルモデーの勝利に、軍団を導いた。コルレオーネはマフィアが盛んな土地であり、 人口一万数千人の土地で1944年から48年の5年間において153人が殺害されている。この地を拠点とするマフィアはコルレオーネ氏と呼ばれ、特にサルバトーレルイナがボスだった1980年代から1990年代には他のマフィアや政治家、放送関係者の暗殺を行い、国民を恐怖に陥れた。 アメリカ合衆国へ渡ったマフィアとしては、などが有名である。詳細は、W、カテゴリー、people from コーリオニーを参照。国立統計研究所、ISTAT によれば、2001年、国勢調査時点での居住地区、別の人口は以下の通り。フィクッサの利休は両シチリア王フェルディナンド一世、造営当時は、 シチリアオ・フェルディナンド3世によって1799年に建設されたもので、設計に当たったのはパレルモ出身の建築家である。マリオ・プーゾの小説でフランシス・フォード・コッポラ監督によって映画化されたゴッド・ファーザーにおいて主人公・ビトー・コルレオーネは当地の生まれと設定されており、一家は出身地にちなんだコルレオーネのファミリーネームを用いている。 美島の米国入国に際して出身地名をファミリーネームとした。小説と映画で経緯は異なる。映画ゴッドファーザーシリーズの中でコルレオーネファミリーが故郷コルレオーネを訪れるシーンがあるが、ロケが行われたのは当地ではなくメッシーナ県のサーボカやホルツァダグロである。なおマイケルコルレオーネを演じたアルパチーノの母方祖父はコルレオーネ出身である。 ゴッドファーザーが映画史上に残る大傑作となったことで、コルレオーネの名は世界的に知られることになった。1978年にはイタリアで、コルレオーネというタイトルのマフィア映画が制作されている。また、2007年には、当地出身のサルバトーレ・リーナの生涯を描いた、テレビドラマがイタリアで制作され、イギリスで放映される際に、コルレオーネ・コーリオニーというタイトルに改められた。 ゴッドファーザーのオマージュと思わせる描写が多く、コッポラやビットーとゴッドファーザーに関連した名の人物が登場している。コルレオーネには鉄道が通ってないため、公共交通手段では1日に数本しか出ていない、バスで行くしかない。パレルモ県北部のボロニエッタとシチリア南部のアグリジェントと南北に結ぶ SS118 がコルレオーネの街を通過している。 SS188C は SS188 の視線で SS118 と SS188 の本線とを結んでいる。この町出身のマフィアについてはお参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。